私も私もよ私も出た出た。あんたの小屋でお化けここへ入れます。はい、スキャン。スキャンしてここへ入ったやろ。入ったら次あのペイントをクリック。うん、それでまあそれでダブルクリックでペイント開いて、でまず青いとこから自分のさっきの画像をマイピクチャーから探す。開くで、うん、で、うん、あったか。開いた。うん、でバカでかいからちょっとサイズ変更するわな。はい。まあ、でサイズ変更をクリックして、ここや。これ。あ、もうごめん、落ちちゃったな。サイズ変更で、でピクセルになってるか確認して、でまあ2000ぐらいで。2000ぐらいやで、なんでもやで。うん、で OK。うん、でちょっと縮んだんで、で次表示で、うん、ほんで縮小縮小って2回ほど押して、もうこれでいいか。はい、ほんで切ろうか。ホームで、ほんで選択で、うん、四角形、その三角な、うん、四角形選択で、うん、はい、四角選んで、中央で、そう、その前な、はい、ほんでトリミング、うん、はい、出ました。で、次名前をつけて保存、はい、うん、ファイルで、青いので、うん、そう、ほんで名前をつけて保存、で、はい、ほんで必ず JPEG な。JPEG で、で、マイピクチャーへ親父油お化けが入ったんで、油ぎっしょやなこれで便箋作る。便箋でいいか。うん、はい、ほんならワードやな。スタートボタンからワード開いて画像入れるで、入れ方が挿入で、ほんでズー左から4番目か5番目ぐらいにずーってあって、うん、でファイルから、そう、一回クリックして、でファイルからで、うん、右クリックで、うん、いや A の真ん中へ持っていかなあかんの、カーソルを。で右クリックで、で一番下、うんうん、で次レイアウト、うん、で全面、うん、で OK。はい、好きなとこ動かして、で大きさも自分で大きくして、ものすごく大きくしてもらうね。そう、うん、であと罫線入れたりして、親父の目も用紙いいな。はい、出来上がり。はい、面で OK。 でちょっと親父上あれじゃなかった、うん、親父真ん中でもええし、ど真ん中がええわ、お化けやさけ、うん、それでいいよ変なメモ帳でええやん。はい、 OK な。はい、どっかで一回クリックして、そう、はい、印刷します。はい。